ここは死の匂いがする。流星は近い。ええ。まだ先は長いわよ。急ぎましょう。まだ町を救えるはずよ。これは何か重大な兆しだわ。旧トリストラム。かつてディアブロが徘徊した地だ。悲劇というより他ないわね。 最近建てられたものみたいね何を言っているこの大聖堂は数百年も前のものだ <laughs> 私にとっては最近なのそうかリアも無事か最悪の事態も覚悟していたがあなたに会いたがっているわああヘイドリング助けて時に死は優しさよ 墓所がたくさんあるわ。気をつけて進みましょう。闇の魔術が死者を蘇らせてるのね。興味があるのかい,いえ、そんな力を使ってはいけないわ。武器を構えて、敵がやってくるわ。死者がこんなにたくさん。皆、レオリックのせいで犠牲になったのだ。 なんて悲しいのこの腐敗にはもううんざり王冠はここにはないようだ別の墓所を探そう必ず見つかるわ安心して王冠はここにはないようだ別の墓所を探そう他を当たりましょう この道で正しいはずだ王冠は近くにあるあなたには王冠を手にする資格があるわうまく言えないけどリアって少し変わってるわね育ての親がケインだからな <laughs> それを考慮に入れてもって意味よあなたの故郷のことを聞かせて故郷は消え去った いつか行ってみたいわそれはどうかなよかったら何か買っていかないかええいいわよああ王を倒し流星を見つけるあなたのそばで戦うわこちらの連れは誰だ私は別の地別の時代から来たのあなたにはまた会う気がするわ ここには多くの秘密が眠っている。一人の人間では理解しきれないほど多くの秘密が。昔、預言者様のような人がここにもいたのね。もう死んでる人たちを相手にこんなに時間を費やしてるなんて変な感じがしないというとなんでもないわ。 我が墓所を生温かいせいでよくも冒涜しよったなあなたのことなんて誰も知らないみたいよ。あなたはすでに残酷さと狂気に屈しているのよ。お願い。私の家族の呪いを解いて。聞こえるわ。 あの人たちが土を掘る音が。彼女は嘘をついていないわ。助けましょう。邪気が消えた。これで安らかに眠れるわ。この地に魔力が漂っているのを感じるわ。俺たち家族にはこの土地しかないんだどこにも行けないよかわいそうに、なんとかしてあげるわ。 これでこの土地は大丈夫だ。ありがとう。どういたしまして。見事だな。しかし次なる破片に近づくことはできぬ。古の民しか入れぬ場所に落ちたからな。なんて不愉快な女なの盗賊たちに俺の知り合いが殺されちまう。手を貸してくれ嘘だと思うなら自分の目で確かめてくれたっていいまったく、変な男ね。 昔は旅行好きだったの。世界中を回ったわ。世界は変わってしまった。ええ。昔とは違うわ。私はもっと昔の世界を知ってるけど。不吉な感じがする。私の時代より前からある森よ。妙ね。随分昔の戦いって感じがするわ。 すごい子供の頃を思い出すわ。失われた遺物を求めて、おじさんとあちこちを旅したのよ。あなたが一緒でよかったわ、リア。ケインのことを思い出してしまうわ。彼の犠牲を無駄にしてはいけない。ここには死の匂いが充満してる。 ここの雲には毛ららしい魔法がかけられてる。毒液よりもっと毛ららしい魔法が。じゃ、あ京都は必ず見つけ出す。奴らと戦うのよ。美しい廃墟ね。でも何か恐ろしいものを感じる。あの女は必ず仕留める。主と同じで、あの女にも心がないのね。 強敵を準備はいい火から離れてそれは悪魔の炎よ私の名はティラエル天使なの光栄だわ自分で呪文を作ったことはあるのかもちろんよあなたは魔法は好かぬ あなたのならまだ我慢できるがこの地に生えてる草は私が生まれた時代の珍しい植物を先祖に持ってるのよそれはもう美しい花を咲かせる植物だったんだからだから何なんだえっとごめんなさい時々結婚のことを考えるのそれで私はきっと結婚に向いてないわ 最初に悪魔を殺したのはいつ数年前修行中のことだあなたは私13の時よお腹空すいたわパンとぶどう酒はないの私にそんな上等な食事は必要ないちょっと行ってみただけよあなたって故郷ではモテる方なの多分ななぜそんなことを ちょっと聞きたかっただけよ。時々、コーマックの様子が変なのよ。あなたのことが好きなんだ。え気づかなかったのかええ、どうもありがとう。何のことだ仲間にしてくれて。この時代には知り合いがいないから。